バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020。人生ね、1回しかないしさ、人生は多分短くはないんだけど、年取る前に。最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしております。それではスタート。外国とかも安く行けるようになってきたしさ、私も外国でもツーリングしたことあるけど、バイク借りたりとかも、まあ、おすすめはですね、マレーシアですね値段的にも安いし、道も結構安全だし、バイク乗ってる人が多いんで、バイクに結構注意してくれるんですよね、その運転手の方が。あのね、ベトナムとかだとバイク乗ってる人は多いんだけど、すごい危ない、みんな突進してくるから。マレーシアは人も優しいし、まあ住んでるね人から言わせるとやっぱ盗みとかあったりするし、いろいろあるらしいんだけど、まあその辺をね自分が気をつけてれば。日本人ってさ、綺麗な格好してる人が多いからさ、私なんて別に B さんに、デニムに T シャツみたいな格好しかしないから、だからなるべくあんまり綺麗な格好しなければ別に物をひったくられるとかもないと思うし、やっぱ綺麗な革靴とか履いちゃうとね狙われると思うんですよ。外国とかもほんと楽しいし、なんか今日は変な語り動画みたいになっちゃってるけどまあ人生ね1回しかないしさ、なんか年取る前にできるんだったらやっておいた方が、まあ体力とかもね、さっきも旅館のおばあちゃんとお話ししたんですけど、とても85歳には見えない、70代もしくは60後半か70代半ばぐらいまでしか見えない85歳のおばあちゃんと話したんですけど、やっぱり若いうちにやりたいことはやっておいた方がいいわよ、一度しかないんだからって言ってました。はい、人生は多分短くはないんだけど、その時その時は短いんだよね多分。で今しかできないこととかあるし、まあ働いて子供を育ててとかね、いろいろあるかもしれないけど。うわ、中学校広っ、急に中学校の話に変わっちゃったよっしゃー、ガソリン頑張ったぜ、イエーイ。これは入れないといかんぜよ。ハイオク満タンでお願いします。あ、カードでお願いします。次のね行き先を、次はね熊さんレストランみたいなところに行きたかったんだけど、なんか寄ってる場合じゃない気がするんだけど。はい、ですね、ご飯を食べていたら結構晴れてきました晴れてはいないか、雨は上がって雨雲はね通り過ぎてったんですけど、でもこのあとね苫小牧に行ったらですね、また多分その時間帯に雨雲が来るっぽいので、今日支笏湖の方まで行くんですけど、支笏湖の辺りは雨だと思うんだよね。とりあえず今降ってないだけで万々歳みたいなよし行くかい。なんか今のところね良さそうでした。なんかスパカツとかいうのがあるよ、だから男性にも結構いいかも。なんかスパゲッティにカツが乗ってるみたいなすごい珍しいものがあった。私ねとんかつも好きだから本当は食べたいんだけど、でもジンギスカンがあって、まあ、北海道来たら、まあ、ジンギスカン食べないとねってことで。いやーなんかね、ほんとね、本州となんでこんなに違うんだっていうぐらい違いますよ。ほんと美味しい、普通に、マジで。今の熊のフライパンっていうところは、すごい美味しかった。ジンギスカンも美味しかったし、多分ね、ポークチャップも美味しいと思うんだよね。あの、ポークチャップって、ケチャップを、で味付けた豚肉、そのまんまなんだけど。結構北海道だとポークチャップあるところ多くて、なんか今日はねこのアメグローブも浸水してこないね、そんなに。なんかねアメグローブどんどん浸水してきて大変だったんだよ前。
それもね、二輪館かなんかでクソ安いの買ったやつ時なんだけど、もうね、そん安いのやっぱダメですね。ケチっちゃいけない、バイクのレインウェアは。もうね、前のね、レイン手袋なんて、あのね、1時間もしないでね、べしゃべしゃに浸水してくるんですよ。だから、寒い時、ちょっと冬、10月、11月とかさ、例えばさ、まあ、9月でも寒かったりするじゃないですか、欧州の方で。でさ、そういう時に使っちゃうと、もう、あのね、もう、これはやってられないみたいなになるんですよ。いやほんとね、前のカッパもマジでね、全然使えなくて、ただ単にベシャベシャになるだけだったから。今のカッパは素晴らしいよ、乾くのも早いし、あと通気性もやっぱりいい。いや前回ね、レインウェアのせいもあったな、余計疲れたの。多分ね、良くないレインウェア着てるとね、余計に疲れると思う、と思うよ。わーやばい、トラックの水しぶき、プー、ロングツーリングとか結構そのあのね、雨の時に長く走った私の経験からですけども言うと、あのカッパは大事です。はい。でまあかさばるっていうのがね、一つ難点なんですけど、あのかさばるのは圧縮袋とかをであのちっちゃくすれば全然大丈夫なんで、圧縮袋で私はちっちゃくして持ってきてる。ちょっと圧縮袋ないときついかな、なんかかさばる、ほんとかさばる。あのね、前のカッパのいいところはね、一つだけあって袋が超ちっちゃかったのよ。布大節約家っていうね。だから袋がちっちゃかったから、あのめっちゃ押し込まないと入らなくて、で押し込むとさ、結果ちっちゃくなるじゃない。だから良かったんだけど、今回の結構袋にゆとりがあるんで、やっぱね、潰して入れないとね、どうしてもね、ダメなんですよ。大きすぎて邪魔なんですよ。ということでですね、あの車のしぶきがすごいな。トラックのさ、しぶきってほんと半端じゃないよね、タイヤ大きいから。ということでですね、あの圧縮袋、まあ100均でも売ってるし、Amazon でも買えるんで、あのどっちでもいいと思うんですけど、こう手でね巻いてってプシューって抜くやつ、それはすごく便利だと。あー、この辺はね、あとね、輪っかないわ。私松部松部って松部のことばっかり言ってるんだけど、松部も美味しいけど、あの昆布がすごい美味しいんだよね。で私やっぱさ、みんなさ、ツーリングの時お土産ってどうしてんのと思うんだけど、どこに入れてんのかなみたいな。だから私お土産ほとんど買わないんですけど、基本あの友達もいないんで、あの買わないんですけど、今回唯一買ったのが、まあ、とにかくあの昆布海藻。なんでこんな昆布と海藻の話をする回みたいになってる。